して、本日はですね、こちら、愛知県名古屋市の、カラオケ喫茶辰巳さんでの、ホーマー正午、ライブとなります。もう、お店の方には、来させていただいておりまして、今、車で、待機させていただいております。もう間もなく、スタートしますね。楽しみでございます。頑張ってきます。風が吹いている達者でいる花お袋はお色気に脳に岩には背を向ける。ああ小雪が舞い散る。いずれの旅がらせ。ごめんください、申し訳ありませんが、少しダムを取らせていただけませんでしょうか。辛い時でも泣き言は口を結んで一文字。いつか必ず来るさとへ錦肌は帰るから。守り袋を抱きしめて西の空見て呼んでみる。遠く優しいお母さん、はい、全然だ本日ありがとうやってくれもう一回出してありがとうございます。やってくださってますね。本日、こちら、名古屋市のカラオケ喫茶辰巳さんにてホーマー正午ライブ、今無事終わって、今こうねママたちとゆっくりちょっとお話しさせていただいておりましたが、まずはああ嬉しい先生ありがとうございます、こちら、ママでもございますが歌手の辰巳愛さんでございます。よろしく。あの先日、先輩、先日、あのラジオにも出ていただきましたが、もうあのこちら北川ゆき子先輩、応援に駆けつけていただきました。ありがとうございます。キラキラもうありがとう。本日は本当にママ、そしてお客さんの先生石川先生でございます。そうですね、急遽出ていただきありがとうございます。一緒にデュエットもさせていただき、ママありがとうございました。すごいあの楽しかったです。そうね、よかったね今日ね。もうお客さんともデュエットもそうですけど、あのお客様喜んで帰ったしね。ありがたいです。正午コールも皆さんやってくれたんで、なんかすごいテンション上がりすぎちゃってちょっと長引いちゃいました。ごめんなさい。楽しませていただきました。ありがとうございます。盛り上がったよね。ありがとうございます。先輩もう先輩もうこうあの一緒にこう令和の月というあの先輩のオリジナル曲なんですけど、あのショーの最中であの一緒に歌っていただきました。あの終わった時にあの皆さんでまた令和の月がこうどんどん歌ってくださって歌ってくれたもんで、はい、もうみんなね歌ってくれるよね、これから。ありがたいです。もう先輩これからもよろしくお願いします。先輩とは、終わりアズーリ FM さんで、一緒に、テレビ型ラジオもさせていただいておりますので、はい、ぜひ皆さん見てください。この前愛ちゃん出ていただいて、そうなんですよね、また出てね石川さんも出てくれた。あらー先生もありがとうございます。映るからテレビに出てくれる。あの映るのもう終わった。テレビ、あ、はい、あの終わって YouTube にももうアップされてます。本当、はい、見れます。いつでも あのまた何卒よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。イエーイ先輩イエーイ
マスター今チラッと見えましたが、マスターはちょっとシャイでもあるもうすごい男の哀愁の背中が映っております。じゃあイエーイ、ありがとうございます。はい、ただいま、本日もね、来てくださった、サンポさん、エルミママさんのお店でございます。皆さん覗いております。今日もありがとうございます。ありがとうね、いっぱい食べてください。いただきます。それではサンポさんで打ち上げでございます。先輩今日ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。鍋うどんでやったえ、みえちゃん、今日もありがとうございます。ちょっともうかなりもう開店と同時に来たからね開店と同時に来てもう鍋早速いただいております。やったいただきます。